今回は今日アップデートがあるっていうことで、今日のアップデートで登場するものについて紹介していこうかなって思います。まあ、登場するも確定しているものと噂があるものやね。一番最初はアイアンマン関係のものになってんね。次のアップデートでアイアンマンがやってくることが判明した。そういうことで、まず新しいアイアンマンのスキンがやってくる。それっぽいものっていうのが今バトルロイヤル内で見つかってて、こういう系のスキンが来るんじゃないかって言われてね。まあ、スキンの登場は確定になってる。多分ショップかな。他にはアイアンマンの新ミシック、ミシック武器っていうのがトレーラー映像に映り込んでたと思うんだけど、あれも登場するっぽい。二つのミシックになってて、まあ一つがユニビーム、もう一つがホバーっぽいやつ、まあ踏みつけたり撃ったりしてるやつ、あれだっていうのがミシック武器としてやってくるね。他にはマップにランダムに出現するエリアっていうのもやってきたりとか、スターク関係の武器だったりドローンっていうのもやってくる予定みたい。まずはアイアンマン関係のものがやってくることが確定してんね。そして次は来るって言われてた新しいアイコンシリーズのスキン、ルビウスさんのスキンがやってくんね。まあ予想通りルビウスさんが少し前にそれっぽい投稿をしてて、まあ来るんじゃねって言われてたんだけど、ガチでルビウスさんだった。まあもちろん新しいアイコンシリーズっていうことで、前々から言ってたと思うんだけど、無料でスキンをゲットできる大会がやってくるっぽい。まあ正確にはセットだね。まあそのスキンっていうのがこういう感じ。まあツルハシとか映り込んでると思うんだけど、これらがルビウスさん関係のアイテムになってるっぽい。まあ、そして大会が21日あたりにやってくるっぽくて、そこでセットのアイテムを無料で入手するチャンスがあんね。まあ、もちろん後日アイテムショップにもちゃんと登場する。まあ、登場する前に無料で入手するチャンスはあるっぽい。そしてルビウスさんの配信関係かな、スイッチドロップスみたいな感じでドロップ報酬も登場予定っぽいね。ルビウスさんがついにやってくる。そして無料でゲットできるチャンスもあんね。マジで予想通り。そして次は新しい期間限定モードが登場することが確定したね。運営の投稿から今回のアップデートでマーベル関係の新しい期間限定モード、ヒーロー VS ヴィランがやってくるみたい。これっていうのはまだ正確には分かってないんだけど、すべてのマーベルミシックをゲームファイルに再追加したらしい。だからおそらくこのモードで全て使えるんじゃないかって予想されてね。ヒーロー VS ヴィランのマーベルモードがやってくる。なんかドゥームのエンドゲームのモードも来るみたいな噂はあったんやけど、これは今回かどうかはわかんないね。もしかしたらこのヒーロー VS ヴィランなのかもしれないし。まずマーベル関係のモードがやってくることも確定してるし、おそらく過去のミシックも使えるっぽい。これマジで楽しみ。そして次は、時期的に誕生日イベント、フォートナイト7周年バースデーイベントがやってくるっぽいね。毎回9月の後半あたり、ちょうどこの時期に来てから来るって風に言われてる。まあ、この7周年テーマっていうのがギャラクシーになってっから、まあ、そのギャラクシー関係のアイテムっていうのが登場するみたいだね。まあ、ケーキだったり、フレアガンだったり、プレゼントボックスやメダルとかも今回やってくるっぽい。メダルっていうのはジャンプするたびにバルーンがつくみたいな、なんか微妙だけど使い方によっては強そうなやつがやってくんね。まあ、もちろん今回もバースデーっていうことでバトルバスも変わるっぽいし、このバースデー関係の無料報酬とかもやってくるっぽい。まあ無料のクエストが来ることが確定してるね。今までのバースデー系って毎回スキンバッグ何かしらなんよ。まあ、今回もそういう感じでスキンとバッグと何かしらもらえそうだね、7周年記念の。あとは今コードネームバナナケーキと呼ばれる新たな PD が開発中らしい。もしかしたらこのバナナ PD っていうのが7周年バースデーイベントの PD の新スキンとしてやってくるかもね。そして次はこれがねメインって言ってもいいかもしれない、レゴフォートナイトに大型のアップデートが来るっぽい。今動画撮ってんのが9月19日の夜の10時だから、
まだ完成したティザーとかはちょっと載せれないんだけど、まあいろいろやってくるっぽいね。失われた島っていうのがやってくるっぽくて、まあ、あの新しいピーリーのスキンが確定してたり、クロムボもやってくるっぽい。新しいエリアっていうのもあったりとか、食べ物系も多分登場するのかな。あと新しいアイテムがあったりとか、敵キャラクターとか、いろんなね、ものっていうのが一気に追加されるっぽい。マジで大型のレゴフォートナイトのアップデートが来るっぽいね。まあ、クロムボがね、どう関わってくるか、これ楽しみだね。まあ、ここまで大きいなら無料報酬とかにも期待できそうだし、まあ、結構ね、楽しみなイベントになってる。次は、フォートナイトリロード。フォートナイトのチャプター1のマップのリロードがあったもんだけど、あれも次のアップデートでちょっと変化があるかもしれない。なんと次のアップデートで新たなマップが追加される予定みたい。今回のアップデートで今噂になってるマップがこれだね。本物かフェイクは分かんないんだけど、本物かフェイクか分かんないんだけど、チャプター2のマップが来るかもって風に言われてね。まあ新たなマップが追加される予定っていうことが判明してる。どうなんだろうね。あと今回来るか分かんないんだけど、フォートナイトリロード関係のものというのは他にもあって、ソロモードが今後ね追加されるっていうことと、ランクモードが現在開発中っていうことも判明してるね。まず今回期待できるのは新たなマップっぽい。まあリロード関係今後進化していきそうだね。今回はマップ、どんなマップになるんだろうね。まあ今紹介してきたのは登場がほぼ確定みたいな感じのものなんだけど、こっからは来るかもって感じのものだね。一つ目が、これマジで可能性はほぼゼロに近いと思うんだけど、リバイアさん、クレイトスの再販だね。ゲーム版のゴッドオブオーラグナロク、PC 版のゴッドオブオーラグナロクっていうのが、9月の19または20日あたりにやってくるっぽい。だから、一応再販されるんじゃないかっていう噂はある。結構前からゲームの発売日っていうのは分かってて、まあ噂になってたって感じだね。けど今のところ、ショップセクションっていうのが消えちゃったから、今の状況だと再販はできないっぽい。まあ、もし今回でショップセクションが追加されたら、まあ再販される可能性っていうのは高そうだね。一応再販の噂はある。そして次は、これもちょっと可能性は低いかな。インクレディブルのコラボレーションだね。ディズニーのイベント内で今後フォートナイトとコラボするよって風に発表されたと思うんだけど、今シーズン中に来るっていう噂がある。まあ、今シーズン中に来るんじゃねって言われてんね。まあ、車関係のものっていうのがいくつか見つかってて、いくつか車が来るよっていうのは判明してる。あとは、発表されてた3つのスキンが来ることも判明してるし、インクレディブルのとあるキャラクターのミシック武器と思われるものも開発中らしい。ワンチャン今回来るかもって風に言われてんね。まあ、どうなっていくだろうね。これもちょっと何とも言えないよね。けど、まあ、可能性はゼロとも言い切れない。最後は、今回のアップデートがちゃんとバージョンの変更されるアップデートっていうことで、新しいアイテム、まあ、スキンだったりツルハシっていうのが期待できんね。もう今、くんの確定シェアだけで言ったら、ルビウスさんだったり、アイアンマンだったり、あとは、新しいピーリーとか、この辺は確定してんね。他に来るやつ、まあ、来る可能性の高いやつで言ったら、今シーズンのランクスキンだったりとか、ディズニーのイベント内で発表された、デッドプールのフィッシュスティックとか、ま、いろいろ期待できるものっていうのはあるみたい。まあ、今回のアップデートはちゃんとバージョンの変更されるアップデートだから、新しいアイテムたちっていうのもちゃんとやってくんね。まあ、今現在わかってる、今シーズンのアップデート系でいくとこんな感じになってるみたい。マジで楽しみだね。アイアンマン系のミシックとかさ、新しい期間限定モード、この辺マジで楽しみ。あとリロードのね、新しいマップとかね。まあ今のところ分かってる情報でいくとこんな感じになってる。